ラレルサイエキ見たよいや、これね、面白かったすげえ面白かったよドラミちゃんが来るまでは。もうそこまでは面白かったのに、急にドラミちゃんが来るもんだからもうなんだろうな、あの急ブレーキ感。もう思いっきり急ブレーキがかかってさ、あの体にもうシートベルトの跡がつくレ,レベルだったよ。もしくはうまい魚を食って骨が刺さって、 そこが校内縁になったぐらいには、もうドラミちゃんは、俺は、やめてくれって思ったうんまあ、まあ、出だしいいと思うよ。孫悟空を探すというところからの、あの、どん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 ハプニングが起きるって。でも、まあでもよくよく考えたら、あの、のび太が、あの、劇の主役をやりたいから、 孫悟空に一番似てる奴が、あの、<laughs> 主役をするべきだって講義をして <laughs> で、孫悟空、そっから孫悟空を探しに行くっていうなんか、なんか、だいぶなんか手間がかかった話だなと、導入だなと思わなくもないな <laughs>。で、で、なんか音声認識機能がついたタイムマシン、シリみたいな感じ。 これがまたポンコツで。指定して、なんかあの、要求したことのプラマイ24時間4、4時間じゃない、24年分ぐらいなんか誤差が発生します。何がポンコツかってさ、前回行った時間軸まで覚えてないってところ。前回、あの、直前に行った時間軸に頼むって言ったらもう <laughs> 何、何 プラマイ、さらにプラマイ24時間、4、四年ですって。何それって。ポンコツすぎるだろ。前回行った時間ぐらいは記録できるだろう。<laughs> で、まあ、最初ね、あの、のび太が一人だけ行った時になんか、男の子が一人倒れてて、話しかける。なぜか話が通じるところで、いや、おかしいだろ、みたいな。 なんで昔の中国人に話が通じるんだよみたいなことを突っ込み入れたら、あの <laughs>、後からドラえもんも同じ突っ込みをしてね。なんかこう、お釈迦様の手のひらで踊ったような感覚をしたね。<laughs> <あれ笑>で、今回のドラえもんの <laughs> 全ての元気をヒーローマシーン <laughs>。あれ危険すぎるだろ。 22世紀のおもちゃとしては、オープンワールド機 <laughs> 能<昨日>が <laughs>。それでいて、未来の、あのあ、遊び道具の割にはね、ゲーム機の割にはね、なんか背景がドット絵っていうチャチさ。あれは一体何なんだ <laughs> なんかこう、規制でも入ったんだろうかな。なんかこう、あまりにリアルな背景をすると、なんか没入感がものすごくて <laughs>。 囚われてしまうみたいな。規制が、あの、未来の規制があるのかもしれないけど、そんなこと言ったらもっと規制するべきものが、たくさんあるだろう、あのゲームと。なぜだろうね。まあでも、まあ。でもね、やっぱり悪役が出てくるのはいいことだね。で、ね、現代に戻ってね、なんかかなりのホラー描写がね、特盛りで、あの、なかなか顔が見えない。 パパとか。で、階段上がる時の、母、ママの足しか見えないとか、ね。あとなんか布団カバーがコウモリとドクロになっていたり <laughs>。細かいところでよかったな。いや、俺やっぱりね、ホラー要素がね、あの、あるドラえもんっていいなと思うわ。ホラー要素あるとね、結構ね、あの、こう、乗り出しちゃう。<laughs> でも <laughs> あの、なんか、ほらあ、あれはいいんだけどさ、なんか、なんか、容器を感じるぞってドラえもんが言い出すところがね、もうなんか <laughs>、お前何なんだよ、容器を感じるって。<laughs> で、どっから容器を感じんてんのだ、あいつは、みたいな。急に <laughs>、急にそんな要素ある <laughs> で、そこからのあの、<laughs> 三人の危険が危ないのセリフもいいね。 好きだね。なんか、焦ってる感じがして。<laughs> で、結局さ、なんだろうね。あの、また過去に戻ってさ、あの、ヒーローマシンで変身した姿で行こうみたいな。あれさ、<laughs> あれ、孫悟空以外、なんか特殊能力あるかあの、著白海といい、佐賀城といい。ただ棒持ってるだけじゃねえか。 棒が意外となんとかなんのかって、まあ、棒の攻撃力を、あの、まあ、想像するしかないな。なんかいまいち実感わかないけど。静香ちゃんのあの、<laughs> あの <laughs>、三蔵奉仕なんてただのおとり役じゃん。絶対やだわ、ゲームに入ってさ、おとり役をするだけ <laughs> 静香ちゃんになんかこう、 あれなんかな静かちゃんに攻撃がヒットしたらなんかスコアがどんどん下がってなんか最終的に鉄くず扱いとかされたりするんかないやー <laughs>、なりたくねえな、三度方針やし。しかも、食われるって一体どこまで食われるんだろうね <laughs> なんか、話を聞く限りなんかマジ、まじ、まじで食われるんじゃないかなと思わなく思わないんだけど。 でリアル三造方式食われてんだからさ。たとえゲームの世界でももしかしたら食われる可能性があるんちゃうかな。危険なゲームだな。規制すべきだわああああ。やっぱりこうやって想像してみると楽しいんだけどな。 面白いんだけど、ドラミちゃんがいらんなぁ。ドラミちゃんが。あそこまで行ったら、何をどうして危機を乗り切るかって、どこだろうよ。牛魔王とかが出てきて。絶対絶命でって。ドラミちゃんはないだろう、ドラミちゃんは。 ちゃんさえなければなかなり好きだったんだけどなぁ。パラヘレル最勇気ドラミちゃんが本当にな <laughs> ーんなんか羅刹女のなんか死に方、グルかって、グロかったらなんか、そのまんま溶岩の中に落とされるっていう <laughs>。落ちるところ描写するさ <laughs>。なんかエグさを感じたな まあ、そうだな。あと、そうだな。今回ね、あの、いつもの面々で言うとね、そうだな。ジャイアンね。ジャイアンはね、なんか、今回、妙に疑り深い性格をしてたと思う。なんかね、あの、のびたが、あの、孫悟空をね、あの、偽ってた時もさ、 あの、静香ちゃんとか、あの、スネ夫とかはさ、なんかすげえなんかワーワーキャーキャー喜んでたのにさ、なんかジャイアンだけなんかすごいなんか疑惑の目で途中から乱してさ、<laughs> で、<laughs> おい伸びたって呼んでさ、返事させるという作詞ぶりもあるしさ、あとあの、林明くん、林明くんがなんか、あの、どんどんあの、最後のとこであの、 なんかこう、エンディングのテーマを流しながら、どんどんあの、トラップを避けつつ進んでいくところでさ、<laughs> ここでジャイアンが伸びたにさ、おい、あいつ怪しいぞ。って <laughs> 耳打ちするの <laughs>。鋭すぎるだろ。なんか今回のジャイアンね、<laughs> なんだろうな、ポジションが7か <laughs>。<laughs> それなんかスネオの役じゃないみたいなところをジャイアンがやってたな。疑り深いところが。 でも、最後なんか、あの、三、あの <laughs>、三蔵方針なんかこう、誰か問われてさ、あの、答えに困窮した、あの <laughs>、のび太に対して、お前は孫悟空だよっていう、あの、いいセリフ <laughs>。最高のセリフを、最後に、ジャイアンをなんだろうな、今回 <laughs>。今回はなんか、渋い活躍をしてた。 なんか、ね、戦闘面もそこそこだったけどさ。まあ、ほんとそこそこ程度だったんだけど。ちょっとあの、雑魚散らし程度だったんだけど。でもなんか、その分なんか別の活躍があった。で、スネオはね、ネオね、途中からね、影薄くなったんだけどね、俺ね、あの、最初の頃のあの、ジャイアンをね、舞台終わりをめちゃくちゃするところが好きでね。<laughs> なんか なんかもう豚が似合う豚が豚豚豚って言ってね。出番だよ豚っていうところってかね、もう本当好きで <laughs>、もう完全に豚呼ばれしてるところとかね。ほんと好きだったら豚が似合うなとか <laughs>。ジャイアンに対してなんか、すごい豚扱いをしてて <laughs>。そこでもう俺はかなり笑ってしまったからね。俺は結構今回のスネ夫も気に入ったから。<laughs> あとは静香ちゃんか。静香ちゃんは、そうね、なんか、なんだろうね。なんか、今回歴史にロマンを感じてた女の子になってたね。なんか、私、三蔵法師と喋れたのねって、なんかそこら辺をなんか感動してたりとかさ。なんか、急になんか歴女感が出てた。<laughs> なんか、2、3回ぐらいなんか三蔵法師に対してなんか、ロマン感じてたよ。 何をあと他に印象に残るところは、やっぱりなんか、あの、夜空を伸びたと見な、み、なんか、あの <laughs>、見ながらなんか、会話するシーンかな、んか。伸びたのことをなんか、あの、孫悟空ってことをなんか言ってくれたりとかあそことか、印象にあるし、あとしゃ、いつもの、いつもっていうかなんか、今回はシャワーシーンがね、 長かったね。なんかすごいなんか <laughs>、こう、くねくねしながらさ、手をこう、わしゃわしゃしたりとか、くね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 しながら、なかなか長いシャワーシーンがあった。まあ、そんなとこかな。まあ、まあの、伸びたドラえもん、まあ、いつも通り。あのいつも通りちゃんと、あの、なんか、 まあ、安定、安定感があった。この二人。いつもい。そんな感じだな。まあ、そう。そんな感じ。パワ、パラレル最優気は。ドラミちゃんさえいなければ、傑作。ドラミちゃんも、俺は、もう、なんだろう、もう、あれはなかったことにして、まあ、結構面白いな、みたいな。 単じにはできるかな。<laughs> ドラエミちゃんは見ないふりをして。あの結構面白いかなって。自分を偽る,偽ることができるぐらいには面白い。パラレル最優旗。まあ見てよかったよ。